今日はですね、今からシュアンリエン駅の近くにあるラーメンを食べたいと思います。それでは行ってきます。食券制です。1000人なので大丈夫かな。営業中になりました。俺らこの前の替え玉は1杯無料らしいです。今11時32分です。もうすぐ入れます。今のところ13人ぐらい並んでますね。ただちょっと並び方に癖があってですね、入り口の方からこうやって 1,2,3,4 って並んで、5、6人目からはあっちの方で先頭がこっちで並ぶ感じなので、ちょっと注意が必要です。間違えてこっちに並ぶと順番抜かしになってしまいます。要注意。これ台湾ラーメン屋結構あるあるです。替え玉エクストラで無料、このスタイル台湾多いです。おー、牡蠣ラーメンです。牡蠣3つ入ってる。なんか1つサービスしてくれました。なんでだろう。それは前髪全部こうだよ。こっちだよ。そうだ。もうちょっと。お、シェシェ。お、いいね。どうぞ。ハウツーマン。あ、そっか、麺固めだった。いただきます。まずスープの方どうだろう。おー、いいね、濃厚だね。うん、あ、おいしい。うん、あ、いいね、濃厚です。麺いただきます。じゃあ麺来ました。替え玉無料すごいな、結構量多い。おお、いいね。じゃあ麺、そして麺はですね、ここおかわりができるんで、おかわりをいたします。どういす、可以加麺。いいか、固めって言いました。うん、食べきれるかわかんないけど、汚いなんですよ。そうだよね、いいよ、俺が食べるよ。うん、もしスープが濃かったら足せます。イエイ、いただきます。うまっ。おいしい。台湾の台北の中山ってエリアにあるこちらの宮牡蠣ラーメンさん、めっちゃ牡蠣濃厚で美味しかったです。牡蠣のだしとスープの濃厚さ、そして麺の片麺を頼んだんですけど、間違いがすごい良くて、いやー、体温まりました。
これね、冬、今9月なんですけど、また冬に来てぜひ食べたい一杯でしたね。で、鶏白湯の方も結構出汁がやっぱり結構濃厚な感じで、これがまた美味しくてですね、あと置いてあった七味が少し山椒が入ってて、それもめっちゃマッチして美味しかったです。それではこちら中山駅の、お店ん中山駅のお店のニアラーメンさんでした。そしてなんと替え玉が無限で無料という、これ無限って書いてあった、無限替え玉という形で、それが一番びっくりしました。それでは